糊もインキも使わず多色刷りができるアーテックのタックカラー紙版画を使って年賀版画の版を作りましょう。2022年は寅年です。いろいろなデザインがありますが、今回はブラックタイガーのデザインを例にとって作り方をご説明します。まず背景になるボール紙全体に色をつけましょう。はがき台のボール紙の裏に名前を書いておきます。クリアフォルダーかいらない紙を下に敷いてください。色を塗っている時にずれないようにセロテープを輪にして裏に貼りましょう。背景にしたい色の絵の具を直接ボール紙の上に出し分厚く塗っていきます。ここでは2色使っていますが、1色でも構いません。何色か使うときには混ざったときに濁らない色にしましょう。塗り終わったらこのまましっかり乾かします。タックカラー紙を使って版を作っていきましょう。まず顔を作ります。定番は黄色に黒のしましまですが、子どものイメージで好きな色を選ぶといいでしょう。図案を見ながらタックカラー紙の裏側にパーツごとに形を描きます。線に沿って切り取ったら並べてみて他の色のパーツも作りましょう。耳は内側のパーツも貼ってから頭の上の部分を少しめくって後ろ側から貼ります。細かいパーツは一度セロテープに貼ってから剥がすと剥がしやすく、ゴミも散らばりません。牙の部分はギザギザに切り取って裏からラベル用の白いシールを貼って作りました。白いクレヨンを使って縞模様やヒゲ、顎の周りのふわふわした毛を描くと描いた部分は白く写ります。2020の文字はタックシールの裏側からそのままの向きで描きます。太くしてから周りを切り取っていきましょう。例の真ん中の輪になっているところは端からハサミを入れてチョキンと切り、真ん中をくり抜くようにして切り取ります。ひっくり返すと数字が反対向きになっています。このままでもいいのですが、数字が細すぎるときや背景の色とよく似ているときには別の色に重ねて貼り縁取りをつけます。どれくらい縁の幅を残せばいいかは文字の大きさを見て調節してください。例の真ん中も半分に折って切り取っておきましょう。これをボール紙の上に置いていきます。ボール紙はテープを取って、クリアフォルダーが汚れている場合はティッシュペーパーに水をつけて拭き取っておいてください。図案の通りに置いてみたら配置を変えてどんな風に置くのがいいのか試してみましょう。ここではまだ貼らないで足らない部品を作っていきます。体や尻尾、手もあるといいですね。尻尾にはクレヨンで縞模様も描きましょう。顔を貼るときには耳の裏の紙も剥がすのを忘れないようにしましょう。貼ったときにはみ出したところは裏返して切り取ります。文字を貼るときが一番間違いやすいです。右から2022になっていることを必ず確かめてください。空いているところに赤字に白いクレヨンで元日と入れました。左右非対称の文字は鏡文字にしなければいけないので低学年には難しいでしょう。版ができたら刷りの作業になります。きれいに刷るためのコツを動画にしていますのでどうぞご覧ください。刷り上がりは版とは左右対称になります。周りを切り取って台紙に貼り付けて仕上げます。この時ボール紙に端まで色がついているとはがき台の大きさに切り取りやすいです。
これは背景を藍色の絵の具一色で塗っています。虎は定番の黄色と黒、文字にも縞模様をつけて工夫してみました。こちらは背景をピンクで塗って丸い形を組み合わせて顔を作りました。白いクレヨンで眉毛や顎のふわふわした毛、2022の中の点々、周りに降っている雪を描いています。こちらの背景はタックカラー紙を貼っています。幅が足りないので上下は藍色、真ん中は水色を使いました。文字の虎2022はどちらもタックカラー紙の裏から書いて切り取り、縞模様の一部のように使っています。赤と黄色の紙吹雪は切ってから剥がすのは大変なので、細長く切って剥がしたものを切りながら貼っていきました。こちらは白い背景の上の端だけに赤いタックカラー紙を貼り、白い線を1本描きました。同じような形の虎を4匹作り、その尻尾で2022と書いてみました。版を作るのは細かく根気のいる作業ですが、いいところを見つけ合いながら楽しく取り組めるといいですね。